んばんは、かっけんです。あらです。あらです。はい、今回は、まあ、ビッグニュースじゃないですけど、イーフットボールが、はい、突然、はい、FIFA と、まあ、契約っていうんですかね、をして、e ワールドカップが開催するという、まあ、ニュースが出た、出て、まあ、その概要がちょっと今日出たんですけど、まあ、激坂 の、 編集長が、まあ、分かりやすくまとめているので、うん、まあ、そちらを見つつ、まあ、大会の概要を、まあ、見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ記事が、まあ、2つあって、まあ、最初に出た方がこちらのものになります。まあ、イーフト競技タイトルとした FIFA e ワールドカップの開催を決定。ありがとう。いい日本代表は11月に決定という。早い早い早すぎる、あまりにも早すぎる、あまりにも急いでる。はい、なんでこんな、なんでこんな急いでる。こんなキンキンでやるよ。別に来年でも、来年でもいいぞ別に。まあまあまあっていう感じで、まあ、ちょろっと抜粋しながら見ていきますけど、3カ国は日本のほか、アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、イングランド、フランス、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、モロッコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、スペイン、タイ、トルコの計18カ国、うん、なるほど、はい、で本日、まあ、ゲーム内で予選が開幕するということです。まあ、来てたね、イベントね。そうですね、はい、そちらを配信で見てましたけど、まあ、そうですね、日本サッカー協会の、ね、お、常様が、はい、新たにユットボールを舞台に繰り広げられる e ワールドカップは、サッカーのワールドカップ同様、世界中の e サッカー選手が夢見る最高峰の大会となることでしょう、ほうみたいなって言ってたのね。まあ、コメントを出してますね、はい、各カテゴリーの日本代表と同様に、サッカー日本代表の選手たちが世界の頂点を目指して活躍できるようサポートしていきますという、素晴らしい、すげえ、はい、というコメントもいただいているので、で、まあ、ここから概要がちょくちょくあって、うん、FIFA e ワールドカップ2024年中にオフラインで開催予定ですね。どこだどこだ、国は今年中にそれも全部終わらせるんだじゃん。あ、まあ、だからこの2ヶ月間で全てが終わるっていう。すごいね。急いで年内にやんなきゃいけない何かあったんだ、何かあったでしょうね、本当に。来年までじゃいけなかったんだろうね、もうね。でしょうね。で、まあ、今シーズンはパイロット大会、まあ、プレーテ大会、ね、試しにね、はい、っていう感じで、まあ、さっき言った18国の選手が参加して、家庭用機版では 2on2、 モバイル版では 1v1、 うん、っていう感じになります。っていうのが、まあ、まず最初の記事になりますね。はい、2on2 についてはまあでも大会は 1on でやってからの 2on で、うん、ああまあそうだね、そうそうそう、俺なんかもしかしたら 2on でもう大会してやるのかなと思ったんで、もう最初の予選から。ああ確かに。したら前と変わんなかった。これがねすごい不思議な点なんですよ。まあそうっすね。2on で大会を本番やるって決まってるのに、うん、1on で代表を決めると、はい、でしかも控えの選手まで決めると。そうですね、うん、どうすんの、仲悪かったら、たまたま勝った2人があるからね、全然そういうこと、全然あるでしょ、うん、だから最初から別に2人で組ませりゃ良くないってね、これね、いやそ、 これ結構不思議だよね、かなり不思議なポイント、まあ、この3人で仮に代表になれば、まあ、仲いいしっていうのもあるけど、本当に初対面3人集まって、うん、いやまあそうっていうパターンもありますね、うん、ね、だから初対面ならまだいい、初対面じゃなくて仲悪いから初対面はまだいいよ、初対面はまだいい、うん、ただ対面ありあんま好きじゃねえパターンあると、はい、萎えるじゃん、もうそれだけでちょっとまあそうですね、2人でやんなきゃいけない決まってるとさ、はい、3位の人と組みたいとか俺言い出すやつ言ってもおかしくないと思うね、うん、まあまあそうっすね、だからまあ決め方はもうちょいいろいろありそうだけど、うん、っていうのがまあ1個目の記事があって、まあ2個目が、まあ、もうちょい日本代表決定戦についての詳細が書かれているものになります。まあ日本代表選抜大会2024は11月2日3日に都内 の、 サッカーブルーイングですかね、はい、で開催します。でも知らねえわ。知らない？俺も聞いたことしかないよ。ね、東京ドームのところにある。にさ、え、こんなとこあるの？サッカー文化。あ、まあ、そうそう、ある。最近できました。あ、そうなんだ。はい。で、まあ、日程はまあこんな感じで、モバイルが最初にありますね。で、コンソールが3日目。はい。3日にあります。はい。で、でちなみに相性、このコンソールの3日目っていうのが国体とモロカブリなんでしょ？国体の、そうですね、ラウンド3の最終日とかぶってます。終わりました。なるほどね。多分あでも国体はあるか、夜予選、まあ夜だけど、まあ多分こっから夜だって13時スタートで
ちょっと間に合わんか。8人集まるから。まあ、だから本当に東京ドーム周辺に住んでる人だったら、間に合うかもしれないけど。ちょっとその日断食してもらって。そうだね。20試合の予選をで上位8名がこのブルーイングに呼ばれて、その8名で3人か2枠か分かりませんけど、まあ3人か、コンソールは3人、はい、決めて、控え選手がいるのか、控え選手ですっていう感じになって、主要チームが日本代表のオーセンティックモード、まあ均一化になるのかな。でまあ一応、まあ、日本代表になるということなので、まあ参加条件もこんな感じで、日本国籍の18歳以上の男女でっていう。今月大会で来月やります。あともうパスポートきつい人はきついね。確かに確かに持ってなかった人とかと、はい、間に合うか、別に今から頑張って取ればじゃないですか。でも今のうちに何かしらしないと、ね、はい、っていうものもあるんで、モバイルとか結構やばいんじゃない。あ、確かに。パスポートちょっとこれは3位までチャンスある。全然代表になった子もパスポート持ってない。3位まではチャンスあるよ全然。まあ、っていう感じのものになります。で、まあ、一応日本代表コンソールはまあ E アジア、そうね、去年やってたね、 E アジアカップがあったから、まあ3人がこちらいますけど、うん、っていう感じになりますね。今のうちにラウンド1、ラウンド2をオンラインでやって、まあ、来週木曜、はい、また20試合の、まあ、地獄の戦いが待ってますけど、それを過ぎてまた1週間空けて国体の20試合、なるほど、なるほど、ね、ちょっと、まあ、過密スケジュールになってますけどっていう感じですかね、大会は。国もまあまあぼちぼちじゃないですか。うん、そうっす、参加、うん、まあ、ちょっと気になる国いないのなんかあるけど、まあそうですね、まあ、やっぱそこの参加しない国の人たちはやっぱちょっと文句言ってましたけど、まあ慣れてたね、さすがに。まあそうよね、まあでもその人たちでもこの国の代表になれるとは書いてあったんですけど、 そこは田中モルクストゥーリーあります？まあ、みたいな。いや、そう、あの日本代表出たらちょっと日本文字入れるみたいな。なんか一応このね、3カ国が、はい、に入ってない国のやつらは自由な国選んでらしいですね。別に帰化しなくても大丈夫。帰化しなくても大丈夫、うん、マジか。ワールドカップそれできんだ。できるらしいけど、それで誰どのくらい来るのか分かんないけど。だからあれよね、海外でこの国のあれに入ってないやつも、あの11月の日本でやるあれに参加できる外人だったら、多分来れる人だったら、来れる人だったらエントリーしてってことだよ、日本で。マジか。ちょっとまだは、はい、っていうニュアンスの、なんかね、なんかコナミのホームページには書いてあったけど、そこら辺ちょっとガバガバないよね。ガバじゃない。JFA には日本のパスポート。確かに確かに、ね、あ、じゃあ日本は日本人しかダメなのかってことなんですかね。ってことですかね。本当は日本国のパスポートって書いてあるな、うん、本当だ。じゃあ基本は無理なのかもね。基本はダメなんだよ。じゃあでも出ないだろうね、もうそんなよその国で。別にだって代表のように着るんでしょこれ本番。そんなこだわってない人はもしかしたら、まあまあまあ、うん、いそう、いいいや、いるんじゃない。うん、こだわってない人。いやだわ、さすがにそれは無理だわ。他の代表のように着て出るのはさすがにやだわ。フランス代表日本来たいっていう人いるでしょ。いや、応援じゃないか。もう激坂的にはトップ3で全員で代表にっていうのがベストですけど。そうですね。まあでもまずこの20試合の8に残るのが、確かにね、20試合、まあ多分マッチング運ゲーだから、まあ誰でも行けるやつだったもんね、イベントも。まあそうだ、ね、イベントが誰でも行けるやつだし、まあ、最近の傾向だとみんな20連するじゃん、うん、いやそうなんですよ。だからまあ、まあ、得失点勝負だ、得失点勝負でしょ、もう100層だね。そうだね、うん、まあ、そこが良ければ、まあ、まずそこに残んないとこの、そうね、いけないですか、代表決定戦に、ね、はい、まあいろいろ起こらなきゃいいんじゃないですか。まあそうですね、オンライン予選なんで、まあまたね、あれがね、うん、変なことが変なことが起こらないのがベストじゃないですか、うん、まあ、という感じで、まあ、E ワールドカップ概要はこんな感じで、まあ、ホームページにも載ってるので、で一応誰でも参加はできるんで、確かに、まあ、興味のある人はちょっと日本代表を背負えるチャンス、ね、イベントだけ忘れないようにね。そうね、あ、そうですね。で、まあ、もうすでにやっちゃった人はいるかもしれないですけど、一応日本国籍を、日本を選んで、うん、イベントに参加しましょう、うん、そうじゃないと多分出れない可能性があるんで、なんか多分反映されないよね、下手したランキングにね。そうですねっていう感じなんで、ね、興味ある人はぜひ参加してみてください。します。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。